ジョン・ミード・ハンツマン・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、外交官。在ロシアアメリカ合衆国大使。所属政党は、共和党。娘は、ホックスニュースアンカーで、元 MSNBC アンカーのアビー・ハンツマンである。在シンガポールアメリカ合衆国大使、ユタ州知事、在中華人民共和国アメリカ合衆国大使などを、歴任した。 1960年3月26日にカリフォルニア州レッドウッドシティに誕生した。父親は長者番付フォーブズ400に掲載されたこともある。大富豪でハンズマンコーポレーション会長であり、事前課でもあったジョンシニアである。ハンズマンはその長男であった。ソルトレイクシティの高校に進学するが、ロックンロールのバンド活動のため高校を中退した。 その後はもっぱら、バンドとマウンテンバイクの趣味に走り、オートバイやモトクロスを愛好した。高等学校卒業程度認定試験に合格して、ユタ大学へ進学し、UI 会シグマ会に所属した。その後、アイビーリーグの一つ、ペンシルベニア大学に転学し、ウォートンスクールでビジネス学の学士号を取得した。末日生徒、イエスキリスト教会の教徒であり、 台湾電動部に所属した。流暢な普通話を話すことができ、紅白、培うという自ら選んだ漢字名を持っている。大学卒業後の1984年、父親が経営するハンツマンコーポレーションに参加し、グループ会社ハンツマン太平洋科学の製品部長に就任する。1八十五年、ロナルド・レーガン政権にスタッフとしてに加わるため、 会社を一時的に離れた。1987年、ハンツマン太平洋科学に復帰し、理事及び副社長に就任した。この間の1987年から1988年にかけて家族と共に台湾の台北で駐在生活を送った。1988年にアメリカに帰国した後は、ハンツマンコーポレーション本社の国際ビジネス担当。 副社長及び常務理事にも就任した。1989年、ジョージ HW ブッシュ政権にスタッフとして加わるため、再び会社を離れた。1991年、ハンズマンコーポレーションに復帰した。同社の上級副社長及びグループ会社、ハンズマン科学国際部の統括本部長に就任し、1992年まで務めた。 1993年以降は、ハンツマンコーポレーション本社及び関連企業の重要役職を歴任した。主たる役職として、ハンツマンガン財団理事、ハンツマンファミリーホールディングス最高経営責任者が挙げられる。1985年に、レーガン政権に加わり、1987年までスタッフ補佐官として勤務した。1989年に、 ジョージ・ H.W. ブッシュ政権が誕生すると、ハンズマンは、再び、ホワイトハウスのスタッフになった。H.W. ブッシュ政権では、国際通商局、通商開発担当商務副次官補や、東、アジア太平洋担当商務副次官補を歴任した。1992年6月、H.W. ブッシュは、ハンズマンを中心がポール大使に指名すると発表した。ハンズマンは、 同年8月に大統領から正式任命を受け、同年9月に新任状を法定し着任した。1993年6月に退任した。当時32歳であり、過去100年で最も若いアメリカの大使であった。ユタ州とニューデリーの医療拠点提携に関する覚書に署名を行う、ハンツマン2004年、ユタ州知事選挙に共和党から立候補した。 対立候補の民主党、スコット・マセソンを、得票率57.7%対41.3%で、下した。再選を期した2008年の選挙では、対立候補の民主党、ボブ・スプリングマイヤーを、得票率77.6%対19.7%の、大差で下した。州知事時代は、経済成長、医療制度改革、教育、 安全保障などの課題に率先して着手した。消費税率を下げるなど、多岐にわたる減税措置や、急激な人口増加にも対応できるように、公共サービスの再編を推進した。2008年、系統研究所は、ハンズマンの税政策を全米で、総合行為と査定した。特に消費税の減税と税法を単純化したことが評価され、減税面では、 全50州の中で最高得点を与えられた。世論調査機関ピューリサーチセンターからも、ハンズマンは最も優れた州統治者としての評価を与えられた。ユタ州知事2期目の2009年5月16日、第44代合衆国大統領、バラク・オバマは、ハンズマンを中中国大使に指名すると発表した。共和党員であるハンズマンが民主党政権に、 参加するというニュースは驚きを持って迎えられたが、ハンズマンは中中国大使として、オバマ政権のために努力を惜しまず励んだ。2010年12月、公電で中国が喧嘩早い外交姿勢のために、世界中の友人を失っていると送っていたことが、ウィキリークスの漏洩文書により、明らかとなった。2011年1月31日、 中中国大使を4月30日付で辞任する旨をオバマに届け出て2011年5月に退任した。2012年アメリカ合衆国大統領共和党及び選挙も参照2008年末頃から2012年アメリカ合衆国大統領選挙に出馬するのではないかとたびたび報道されていた。2010年8月ハンツマンの選挙戦で資金を援助するための 政治活動委員会、ホライゾン PAC を支持者が立ち上げている。2011年5月3日、ホライゾン PAC を公式の政治活動委員会として連邦選挙管理委員会に申請した。5月18日、選挙対策本部をフロリダ州オーランドに開設する。6月21日、ニューヨークのリバティ州立公園で自由の女神像を背にして、 共和党予備選挙への出馬を正式に表明した。2012年1月、共和党予備選挙からの撤退を表明し、ミッドロムニーを支持することを明らかにした。2017年3月、第45代が衆国大統領、ドナルド・トランプは、ハンズマンを中ロシア大使に指名し、ハンズマンは受諾したと報道される。同年7月、正式に指名される。同年9月、 上院で承認される。なお、ハンツマンは、一時、国務長官候補や中日大使候補になっていた。2019年8月、第45代合衆国大統領、ドナルド・トランプへの辞表提出が報道され、アメリカ合衆国国務省も、2019年10月付けで、辞任すると発表する。ジョン・ハンツマン・ハンツマンは、ハフィントン・ポストから、 中道的な立場を伴う保守派の楽観主義者と評されている。ハンツマン自身は自らを中道右派と定義している。ユタ州知事代の2007年5月、ハンツマンは地球温暖化に関する条約、西部気候イニシアチブに署名した。これにより、ユタ州は他の参加州と連携し、2020年までに温室効果ガス排出量を2005年よりも15%、 削減するなどの目標を掲げた。11月には、環境保護団体、エンバイロメンタルディフェンスファンドの広告に出演し、そろそろ連邦議会も、温室効果ガスの排出削減に向けて、行動を起こすべきだと呼びかけた。北朝鮮に関しては、中国と綿密に協力して、核兵器開発を止めさせなくてはならないと、発言している。ハンツマンは、 同性愛者の権利を認めるよう訴えていたが、同性間の結婚は支持していなかった。だが、2013年になると、同性結婚を積極的に支持するようになり、全米での同性結婚合法化を求める。合衆国最高裁判所宛ての意見書にも名を連ねた。ジョン・ミード・ハンツマン・ジュニアは、ユタ州移民7世である。母方の祖父デイビッド・ヘイトは、末日生徒 イエス・キリスト教会の教徒であり、十二使徒定員会の会員として仕えていた。ハンツマンも、また、家族ぐるみで、同教会の経験な教徒であった。ハンツマンは大家族の家系に育ち、兄弟姉妹が8人、おいが60人以上いた。ハンツマン自身も、妻まアリー・キャサリン・クーパーとの間に5人の子供を、設けた。ハンツマン夫妻は加えて、中国及び、 インドから養子を、それぞれ一人ずつ迎え入れている。メアリー・アン・ハンツマン、アビゲール・ハンツマン、エリザベス・ハンツマン、ジョン・ハンツマン、ウィリアム・ハンツマン、グレーシー・メイ・ハンツマン中国からの、養子やシャバーラチ・ハンツマンインドからの養子。ありがとうございます。